はい、どうも、初めての念願です。ということで、今回ですけども、ある場所に向かいたいと思うんですけども、その場所というのが、なんと、僕の実家でございます。今日はね、こちら、デデデーン。こちらですね。こちら、ここにね、なんと現在、30万円あります。今回の企画、いきなり親に、当時払ってくれた学費返してみた。あの30万円を今から、あの今までありがとうで渡しに行くって企画なんですけど、まあじゃあなんで30万円っていう金額なんだっていうところなんですよ。これは僕が受験生の現役の頃かな、僕は浪人してますから、まあ2回受験してる、1回目の受験の方の時の話なんですけど、その時にある私立大学に滑り止めで受かってて、国公立大学を受けて、こっちはまあ結果的には落ちたっていう形を取ってるんですけども、その時にここの国公立大学の入試結果を見るよりも前に、この受かってる私立大学の、あの、入学金を振り込みましょうみたいな問題が発生するわけですよ。普通やったら、こっちの結果知ってから振り込みたくないですか？例えばこっちの結果がダメやったらここ行くから入学金振り込む。ここが受かってたら、ここは振り込みたくないみたいな。なんかその、ここの国公立大学の合否が決まってから振り込みたいじゃないですか。でもそれよりも前に期日があるんですよね、私立大学の入学金っていうのは。ということで、じゃあどういうことが起きるかって言ったら、要はこれを振り込むか振り込まないかっていうのが、まあ、家族会議されるわけですよ。正直ね、払うんだったらもうそこに行きなさい。もしここで落ちたらね。浪人するならもう払いませんの二択だと僕は勝手に思ってたんですよ。当時受験生の念願は。だけど僕のお父さんは、あの、こういうこと言ってくれたんですよね。いや、お前の人生に俺はこの30万円、30万円払ったると。ただ、しっかり後の人生について考えなさいって、そう言って、言ってくれたんですよね、僕のお父さんが。もう心打たれるというか、それで実際ここの国公立が落ちて浪人することになったんですけど、その浪人した時に、やっぱこの30万円ってのは、やっぱ脳裏のどっかに残ってるわけですよ。うわぁ、でも親に申し訳ないことしたなとかね。ちょっとやっぱ子供なりにちょっと申し訳ない気持ちとかもあったりして。で、そうなった時に、1分1秒無駄にせず、この投資、この払ってくれた30万円を無駄にしない1年間浪人生活を送ろうって言って、僕は浪人したんですよね。結局、その大阪市立大学っていう大学に200点足りなかった男伝願が1年後に阪大に受かるっていう、まあそういうストーリーに僕の中では繋がってるんですよね。だから正直あの時お父さんがそういうこと言ってくれなかったら、正直自分の勉強法って何だろう、何をすればいいんだろう、自分には何が足りてないんだろうってところを正直もう見つめ返すっていうことは多分できなかったと思うんですよ。だからそれを僕はお返ししたいなっていう意味で、今日はまずね、30万円お返ししようかなと思っております。で、プラスで一つお伝えしたいのが、なんと今回伝願、本を出版することが決定しました。今回伝願はね、勉強法の本を出したんですよ。出すことになって、なんと今日から Amazon 予約できるようになります。で、それがですね、元バカによるバカのための勉強百科条ということで、これが発売になります。ここにね、ぐわーってね、僕の勉強法の数々が書かれてるんですよね。マインド面だったり、モチベーション管理だったり、受験特化の話だったり、科目ごとの話だったりっていうのを全部詰め込んだ話があるんですけども、正直この本を書けた理由っていうのは、さっき僕が話したお父さんとお母さんのおかげだと思ってるんですよ。お前のために30万払ったるって、お前にベットしたるって言われて、だったら1分1秒も無駄にできひんなって思って、伝願が自分に向き合ったからこそこの本が実現したんですよ。だからこそ今日はお母さんとお父さんに、いや、この本書けたのはあなた方のおかげですよっていうことをちょっと今日は伝えに行こうかなと思います。ただいま。トム・クルーズの映画見てぼーっとしてた。どうぞどうぞ。今日料理なんなん？ガパオやんか。これはね、あの我が家のね、もう伝統やな。これがガパオライス。いや、その見せ方良くないって。ちゃんと盛り付けたやつ見せようよ、やるんやったら。うん、そうやな、うん、そう思います。じゃあ、ママ、じゃあプレゼント、うん、これあげるわ。うん、これあげるわ。はい、何ですかこれ。これあげるわ。ありがとうございます。それあげるわ。開けてみる、それ。何これ。現役の時の、うん、私大あるやろ、私立入試、うん、私大を振り込んだやろ、うん、息もせえへんのに、うん、息もせえへんのに振り込んだから、うん、それを返すっていう企画やね。もういいのに。いいよ、これだから30万あるから。あ、はい、パパと分けて。あのパパは、うん、多分こんなんも全然もうって言う、って言うでしょ、だからってそんなんもういらんって言うから、うん、今日ママに渡してんねん。じゃあありがとうございます。これ何に使うの、ちなみに。
とりあえず銀行に入れる。もうこれ、はい、何かわかる？あの本じゃないの？うん、結構すごい量やな。そうやで、結構すごい量やろ。この本俺なんでこれ結構1年ぐらいかかってんねん、これ書くのに、うんうんうん、これなんで書けたでしょう？わかりません。いや、さっきの金関係してんねんけど。え、お金を稼ぐため？いや、違う。いやあのお金を、うん、あのママとパパがはいって渡してくれたっていうか、うん、払ってくれたから、うん、浪人した時に、うん、あ俺って1分1秒も無駄にできひんなと思ったわけ。適当に多分浪人生活送ってたらこんな本書けてません。あ、はい、なんでそんなどうでも良さそうな顔するの？息子が結構本出すんやで、これ、うん、それどうなん、それ、まあ、また読ませていただきます。全然興味なさそう。全然興味なさそう。わかったわかったわかった、今日わかったわかった、ご飯食べよう、はい。別にね、返してもらおうと思って出してないから、もうこっちはね、そりゃそうなんやけど、そりゃそうかもしれんけど、で俺としてはやっぱあの30万めっちゃでかいから、うんうん、これじゃあルールな、この30万円の、はい、自分たちが生きるっていうことには使っちゃダメ。ママとパパが近い遊ぶ金にしなあかん。じゃあこれ何する、これどこ行く、まあ、旅行行こうかな、まあ、コロナ次第やけど、うん、まあ、ママはあのコロナが終わったら海外旅行行きたいけどね。じゃあそれ使ってください。はいはい、これが我が家の伝統。これはね、あのね、正直一人700円取れます。いただきます。いただきます。乾杯。あ、だだ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 だ、これがうまいんや。あ、この味この味。最近何してんの？仕事してるの。ママあんまり歴史詳しくないから、おばあちゃんにいろいろ教えてもらいながらさ、歴史ちょっと勉強しようかなとか。歴史ちょっと教えてもらおうかなっていう時期入った。時期っていうか、なんでなん急に。そんな歴史なんか一番嫌いな科目や、うん、嫌いやけど、でももうまあ年いってきたから、なんかだんだん、うん、あ、日本のこと知るのもええよなってちょっと思ってる。やっぱそうなるんや、うん、じゃあいつ時代、いつ時代なんだ。ちなみに俺が好きなのは、うん、あの明治大正昭和ね、めっちゃ最近やね。めっちゃ最近が好き。でも割と昔のあの歴史とかも詳しかったよ。まあ昔は、うん、てか歴史は俺受験で日本史したって文系行くか迷ったぐらい日本史好きやったから、うん、好きやったな中学生の時。だっておばあちゃんと問題出し合おうとかって言って、うん、やってるやってる。おばあちゃんと一緒に問題出しやってたって言ってたよね、うん、それですね、第ね第16条遊びの中に学びを取り入れるっていうのがあります。まず第16箇所、それ大事やね。でここに書いてあることで、要は勉強をなんか遊び感覚でやればいいって言っとったよ。テレビのアメトークとかでなんか勉強大好き、うん、俺それ理解できなくて、うん、いや勉強ってそもそも嫌いやしみたいな思ってたんやけど、うんうん、これは実は逆って結論に至りました、うん、要は学びを遊びに変えるんじゃなくて、うん、そもそも遊ぶ、うんうんうん、そもそも遊ぶ前提でそこに学びを入れるっていうので、おばあちゃんとは正直俺勉強してる感覚なかった。遊んでんねんけどそこで学ぶっていうその発想ね、はい、でも日本史やるっていうのはちょっと意外やったな。いや嫌いやけど、嫌いでしょ、だってどっちかだから、あのこうやって勉強するの嫌いやから、うん、なんか行くときにちょっとあらかじめ見といて、うん、ネットでもいいから、はい、へーって思いながら、おばあちゃんのいろんな詳しい話を聞きながら、はい、へーって思うぐらいやけど。じゃあ要はそれって、はい、最初入り勉強から入るんじゃなくて、旅行やっぱりもう最初遊びの感覚で旅回りみたいな、うんうん、そう感覚の中に学び入れるってことでしょ。16箇条です、それ、はい、勉強とは〇〇であるって俺書いてんねん、この中に、うん、あ、まあ例えで、うん、勉強することは〇〇に似ているみたいな意味かな。〇〇に似ている、あれや、筋トレ。ああ、それも書いてあるかも、うん、今回は違うんやけど、ね、勉強のなんか過程よ、過程、なんていうの、新しいことをこう学んで自分のものにしていくこの過程全体を、ある生きてたら多分1回か2回は絶対するであろうことに例えてんねん俺が。それなんでしょう、我々で言うと2000年に1回それを行ってる。引っ越し？正解。引っ越し、勉強というのは引っ越しに似ているっていう話を書いとって、新しい知識をこう先生とかから聞くでしょ、うん、要は脳みその中ってまだ空っぽな状態と思って、うんうん、まだ何も学んでない、ママみたいな状態、はいはい、何も知らない空っぽな状態、これが新居です、うん、そこに知識という荷物入れるでしょ、うん、入れるでしょ。でもこれで勉強終わりって人が多いわけ、うんうんうん、もう先生の話聞いて、うん、あ、聞いたから終わりみたいな、あ、なるほどなるほど、で思うんやけど、うん、引っ越しって実はそれで終わらないでしょ。終わらないね。何するかって言ったら
紐解きして紐解きして部屋整理するでしょ。そうだね、その作業を使いやすいよ。その作業を脳みその中でもやらなかった。なるほどなるほど。要は知識を入れたとしても、うん、その知識が要はすぐ取り出せる状態にしないといけないし、うん、試験で解くってなったってなると、要は整理された脳みそを作るべきだって話をしてるわけ。いやでもなるほどなって本当に思った。要は引っ越しした直後に、はい、ハサミどこ行ったっけってなった時って、いやちょっと分からへんってならへん。それと同じです。いやもうちょっとここで止めといてほしいんやけど、うん、はい、ということで、あのお父さんとは動画撮れませんでした。もうちょっと頼む、俺は出さんとってくれって言われたせいで、ちょお父さんにはちょっと出せなかったんですけど、なんすか。シャイなんで。あれ、うちのパパが残念ということで。でもちょっと一応形上30万はとりあえず返せたと。はい、受け取りました。ということで、で、あの一番は旅行とかに使ってくれると、うん、まあ、ちょっとコロナもあるから、うん、いつ使うかわからへんけど大事に使ってくれるということで、うん、あの無事30万を渡すことができたということで、それは良かったですか。はい、良かったです。はい、ありがとうございます。はい。これ何があったかというとですね、ちょっとあの後ちょっと軽く事件まではいかないんですけど、事件みたいなことが起きまして、お父さん帰ってきて、ごめんお父さん、こういうことやってるからちょっと今からちょっと取っていいって言ったら、ちょっと頼む、死んでも出たくないみたいなこと言われて、ちょっとお父さんをね、にね、実際お金をこうやって渡すっていうくだりをちょっと撮影できなかったという事件が発生したんですけども、最後にちょっとこの本の紹介をね、していきたいと思います。この本はですね、基本的に100箇所書いてるんですけど、全部読む必要ないです、まず。まあ、対象の方、要は受験生はここ読んでくださいとかがね、星で分かれてるんですよ。要は、みんな読んでほしい項目は星3。受験生に読んでほしいは星2。なんか社会人とかそれ以外の方に読んでほしいを星1にしてますんで、だから勉強が苦手な人でちょっと分厚い300ページぐらいの本だと思うんですけど、気軽にね、買ってもらえたらいいかなと。自分になんか合うところだけこうキャパーってね、読んでね、あ、こんな勉強の仕方あるんだ、へーっていうところだけをこう自分に取り入れるっていう取捨選択式の本にしてますんで、どんな方にでも何か意味のあることがどこかには書かれてるんじゃないのかなって、そういうふうに思います。で、100箇条のうち、まあ、本当に受験とかで役立つ具体的な勉強法っていうのは、100分の、まあ、2、30ぐらいかなと思います。残りの分はですね、例えばモチベーションの管理であったり、あとは勉強ってなんでしないといけないのかであったり、結構大きい枠組みで勉強を捉えた本になってますので、なんで電眼ってあんな勉強できるんだって思ってる方も多いと思うんですけども、実は僕は勉強がもともとめっちゃできたわけじゃなくて、もう本当にバカだったという時代があるので、その頃の経験がここに載ってるというふうに思ってもらえたらいいかなと思います。例えばね、具体的なやつで言うと、第29箇条がですね、計算ミスをゼロにするという目標は立てないっていう項目があるんですよね。なんで計算ミスゼロにするのっていいことだと思うんですけど、そもそも計算ミスってゼロにならないでしょっていう考え方を取ってるんですよね。だから、計算ミスをゼロにするんじゃなくて、いや、計算ミスした時に気づく練習をするみたいなことを書いてあったり、物事の捉え方を変えることによって、ちょっと点数が上がるみたいな手法であったり、まあそういうことが具体的に書かれてるっていうのが、まあ3、40個。残りが、まあ、なんで勉強ってするのとか、そのようなことが書かれた本で、正直僕のもうこれ全て書き切ったと思ってるんで、ここの100個にもう自分の全てを入れたと思ってるんで、もう二度とこの本は書けないかなと思う本になっていますので、ぜひね、下の概要欄から皆さんチェックしてもらえたらいいかなと思います。もう下の概要欄からね、Amazon で予約できますので、ぜひ皆さん予約してもらえると電眼が喜びます。そして皆さんの元に届いた本で皆さんが救われるかもしれません。ということで本日の日常電眼以上になります。ありがとうございました。